ヨーロッパ全体で一般的なタイプのドイツのし草ワゴン。側面は実際にはし草や穀物の封じ込めとして機能するように取り付けられたはしごであり、木材を運搬するためなどに取り外すことが可能ワゴンとは足に車輪をつけ移動を便利にした荷台を指す。料理の運搬や品物を陳列するためなどの用途に用いられる。 ワゴン高さ1メートルから1.2メートル程度である。手で押して動かしやすいように取っ手がついているものもある。ただの台であることも数段に分かれていることもあるが、引き出しや蓋などはないのが一般的である。百貨店やスーパーマーケットで畳一畳ほどの大型のワゴンに品物を陳列し、タイムセール、バーゲン、見切り品の販売などを行うことをワゴンセールという。 台所や洗面台の脇など小物が多くなりがちな場所に収納用に置かれる家庭用のワゴンもある。また、料理店などで料理をワゴンに乗せて客席まで運び、客の目の前で料理の仕上げをしたり、小皿に取り分けるなどの給仕を行うことや、鉄道の車内販売などでワゴンに商品を乗せて売り歩くことをワゴンサービスと呼ぶ。コネストーガホロバ社は、 18世紀から19世紀にかけて、米国とカナダで長距離輸送に広く使用されていた、貨車の一種です。オーストラリア、クイーンズランド州のパン屋配達ワゴンイギリスの、ロマニバルド1904年に建てられた、ライオンタブローサーガスパレードワゴン考え用馬車、2018年ジョン、コンスタブルによる、星草の車の詳細。ありがとうございます。